オンカーニバルは3年連続9回目の出場、準優勝2回、優勝はまだありません。今年こそは優勝、悲願達成を狙っています。殺人医師ドクタースティーブ・ウィリアムス、青コーナーから登場してまいりました。そして赤コーナーからは間もなくこの選手がやってまいります。どうぞご注目ください。常に新しい場所、新しい戦いを求めています。新天地を求めた戦国武将は今新しい戦場へとやってくる。オーバーマット、全日本プロレスで歴史のあるシリーズ、チャンピオンカーニバル優勝を目指して間もなく天才がやってくる。武藤敬司がやってきた。2002年2月24日日本武道館で川田三冠王座を奪還されてしまいました。ならば決意も新たに、このチャンピオンカーニバル初参加、初優勝を目指します。天才武藤敬司見参。左の脇腹のあたりにパンチを見舞っておいたが、突進していったこのスティーブ・ウィリアムス、少し前を取りました。スティーブ・ウィリアムス、今日この後楽園ホール大会を終えまして、北陸、さらには大阪を回り、宮城県スポーツセンター、そして北海道月寒グリーンドームの決勝戦ということになります。このチャンピオンカーニバル、誰が果たしてその最終戦、優勝決定戦であの大トロフィーを両の手にするんでありましょうか。赤コーナー振って、今度は武藤敬司、フェイスクラッシャー、フェイスクラッシャーを放ったところで10分経過。さあ武藤敬司、やはり小沢さん、この膝ですね、当然のこと狙ってくる、低空で来るこの武藤敬司。低空、武藤動き戻りましたね。大丈夫ですかね、先ほどの部分 ね、あの開幕からね、この膝が爆発してしまうと長いですから、シリーズ、かなり不利になってしまいますもんね、はい、ちょっと今もどうですか。今の、ね、ドラゴンスクリュー崩れたんで、逆にちょっとスティーブ・ウィリアムス、ももから腰のあたりなんか痛めたかもしれないですね。フィギュア4レッグロックですが、ちょっと入り方浅い感じがしますね。どうでしょう、武藤敬司、スティーブ・ウィリアムス、おそらくこれ左に反転してくるか。ここで持って武藤敬司が、ちょっとやはり、そうですね、武藤も、武藤もとりあえず、体勢を整えるという意味での決め技ではない4の字という感じですね。スティーブがサーブロープ付近エスケープできるかどうか、反転して今サードロープエスケープです。武藤もちょっと痛そうですね、自分でかけていながらね。やっぱりちょっとなんか異変が起きてるんですかね。
それにしても武藤がここまで攻められるっていうのも、そうですね、そういうことね、あの大してやられてないのにこれだけ膝を気にするっていうことは、何かの拍子で自分でやってしまったのか、あ、読まれてますね、この辺り読んでいった、アウト。ここはバックドロップ、アウト。武藤、アウト、強い武藤。そうですね、まあまだ角度はいつものよりはね、あの鋭くなかったかもしれないですけど、スコーンと入ったんで今のバックドロップは、結構きついかもしれないですね。あ、抑えた片襟固め。さあカウントが入ってくるぞ、どうか、カウント2。武藤敬司起き上がりましたが、しかし苦悶の表情です。あんまり苦しそうな顔しない人ですけどね、武藤っていうのはね、ちょっと気になりますよね。そしてこの体勢からうまく捉えて、あっ、カウントになったの。危なかったですね、今のカウントは。ドクター・ボムか。さあ果たしてここで武藤敬司がキャンバスに撃沈されてしまうのか。もう盛り返さなきゃいけないですけどね、首を押さえてるんで、バックドロップでちょっと首も痛めてるのかもしれないですね。そして殺人バックドイヤー、武藤候補待った。そしてテイク、武藤敬司反撃体勢作れるか。しかしちょっと武藤敬司気を伺っている。シャイニングザロ、これは綺麗に入りましたね。はい、ここから武藤がどういう組み立てを見せるかですね。組み立てられるかどうか。スティーブ・ウィリアムスはシャイニングザードでちょっと今この髪少し切ったのかなと。さあそして押さえてカウントが入ってる、どうか。サードラフェスケープ、あ、左のちょっとこの髪サイニングウィザードで、そうですね、ようですね、ちょっと腫れてはいますね。そしてシュミット氏が流れた、武藤敬司足を引きずった。さあ飛んでくるか、天才が赤くも流れると、あーっと、しかしそれを消された。なだらしてくるか、武藤、危ない危ない。バックドロップですよね、これも形を変えた。はい、スティーブ・エリアムス、勝機が自分の方にやってくるのか。天才武藤敬司、その勝機を自分の方に引き戻せるか。ロープの反動にしていった、テイク。そしてこのポジションからスティーブ・ウィリアムスを捉えてくるのかどうか。あっと、前に攻めカウント、攻めカウント。反転したのが狙ったんですけど読まれちゃいましたね。そして殺人バックドロップ、バックドロップ、フォーボール。武藤敗れた、初戦敗戦、大バックルマセがありました。いやちょっとこれはびっくりしましたね。はい、チャンピオンカーニバル B ブロックリーグ戦30分一本勝負、初戦大バックルマセ、武藤は撃沈。さあレフリーチェック終わってゴングになってスタートいたしました。 B ブロックのチャンピオンカーニバル、武藤敬司対ジョージ・ハインズの一戦です。ハインズは開幕戦の後楽園ホール、荒谷信孝を16分15秒片エビ固めで破っています。なお武藤敬司は第2戦の後楽園ホール、よもやの敗戦、スティーブ・ウィリアムスにバックドロップホールドを食らってしまいました。さあハインズは幸先の良いスタートを切って、武藤敬司はその逆になります。フルネルソンの対戦になりました。さあそしてぐるっと回っておいて武藤敬司、ハインズがここは回り込んでくるのか。足を取られたジョージ・ハインズはどうする。武藤敬司の左の腕を決めようというところです。
さてこの試合の解説、週刊ゴング企画部長の清水智さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況私松崎俊夫でお伝えしてまいります。さあここはサードロープエスケープ。清水さん、はい、武藤圭司がですね、第2戦の後楽園ホールでスティーブ・ウィリアムスにまさかの敗戦という黒星スタートになりました。これは全く予想しなかったですね、まあそれだけにね、もうチャンピオンカーニバルという魔物にもうすでに取り憑かれてしまったような感じもしますし、そうですね、はい、今日はもう何が何でも気にすべき一勝を挙げたいですね、はい。さあそして一方のジョージ・ハインズは開幕戦の後楽園ホールで荒谷信孝を破って、はい、幸先が良いスタートを切りましたね。そうですね、でハインズっていうのはかなりこのリーグ戦の中ではダークホース的な存在になるんじゃないかなっていう風な気がしますね。そうですね、そのジョージ・ハインズは2年連続2回目の出場になります、このチャンピオンカーニバル。さあロープに振っておいて肩口から武藤が当たりました。武藤がロープのハンドを利用してくるがどうか。ハインズが腰投げ、さらには左からヘッドロックの体勢でもってグランドの展開にこれ誘ってくるんでありましょうか。ジョージ・ハインズ、武藤圭司が、いやここはもうハインズに敗れるようなことがありますとちょっとこの先何か、まあ、信号で言えば黄色い信号が灯ってしまうかなというそんな感じが清水さんしますがどうですか。いやもうそうなったら赤でしょうね。まだその先に天竜戦もあれば、はい、ケアとの試合も残ってるわけですからね、それを考えるともう2つ落としちゃうのはもうアウトに近いですね。あそうですね、取りこぼしというものがもう絶対無効はできなくなりました。一方のハインズ、とにかくもう開幕戦いいスタートを切ったんでそのままの状態でもってこの一戦も難なくこなそうという、今日もウォーミングアップには入念にその入念さがより一層を増しておりました。ジョージ・ハインズ、左からヘッドロック、ロープに振られるハインズはここでもってどうするか。やはり今度は武藤圭司を逃さないジョージ・ハインズ、左からがっちりとこれはヘッドロックです。武藤圭司キャンバスのほぼ中央でもって免れることができないか。武藤圭司、ジョージ・ハインズはこれは上体を少し上の方に絞り上げてまいります。こうなってくると武藤圭司なかなかこのペースから逃れることができないか。状態が起き上がってまいりました。武藤選手が言ったんですけども、はい、日本プロレスの外人選手の層っていうんですか、はい、が高いと熱いと言ってたんで、そういうことは多分開幕戦の、ね、ウィリアム戦2戦目ですか、はい、ウィリアム戦でも感じたでしょうし、はい、今日もすでに感じてるんじゃないですかね。あそうかもしれませんね。今年の2月26日に正式この全日本プロレスに入団を果たした武藤圭司、王道マットの厳しさを今体感しているんでありましょうか。左からなおもこれはジョージ・ハインズがトライにかかっています。まあ、相手が、ね、強ければ強いほど燃えるのが武藤圭司ですからね、そうですね、結構楽しんでる部分もあるかもしれないですね、はいはい、ジョージ・ハインズがここは先ほどから、まあ、ヘッドロックなどで締め上げて何か次につなごうという策を今思案しているんでありましょうか。ジョージ・ハインズ、さあ状態が起き上がってまいりました。ここはかなり清水さん、ジョージ・ハインズもしつこいですね。そうですね、おそらくハインズはね、武藤を相当研究しているというかね、はい、どういうふうにすればいいかというその攻略法を相当こう計算に入れてリングに上がってきましたね。とにかく粘っこくいこうというのが作戦なんじゃないですかね。なるほど、はい、さあそして武藤圭司、ハインズをロープに振って帰ってくるところはどうか。ドラゴンスクリュー、富山テクノホールに竜巻乗ってシャイニングウィザード、ナイスヒットで3カウント。武藤圭司、ジョージ・ハインズを破りました。清水さん、この選手簡単に振り返っていただきたいんですが。そうですね、もう逆転の完勝みたいな感じだったですね。そうですね、武藤圭司、ジョージ・ハインズを破って勝ち点が2となりました。
武藤圭司マイクロトンドゴンになって試合が始まりました。さあ武藤圭司そしてマイクロトンドが今日の対戦相手。したたかなマイクロトンドが序盤戦はレスリングを見せ、そして中段ぐらいになりますとやっぱりラフで来るのかなという、そんなこのマイクロトンド、そのロトンドの左の腕を取っています武藤圭司です。この試合の解説週刊ゴング企画部長の清水勤さんにお願いしてまいります。清水さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況私松崎敏夫でお伝えをしてまいります。さあとにかく武藤圭司、清水さん、はい、あの富山大会でですねジョージハインズを破りました、まあ、シャイニングウィザードもビシッと決まったわけなんですけれどもね。そうですね、はい、まあ武藤選手いきなりですね、ウィリアムスに敗れるという波乱はあったんですけども、とりあえずこの外国人選手3選手、はい、続けて3戦これをどういうふうに、まあ、1勝落としてしまったんですけど2勝1敗でいけば、はい、まだまだ鍵はありますしね、ここも絶対落とせないですね。本当ですね、はい、外国人選手3選手をその対戦が終えれば今度は日本人選手との対戦もあります。まあ、特に注目されるところはやっぱり長岡大会の天竜戦でしょうかね。清水さん、そうですね、はい、ここがまずこのリーグ戦あの A、B のブロックを合わせての天王山なんでしょうね。武藤圭司がマイクロトンドの他は腕を取りながら上体を起こしてくるかどうか絞り込んでまいりました。武藤圭司天才と言われる武藤圭司、そして褐色の体育会はこのマイクロトンドです。192センチ110キロあります。まあ、このロトンドも報道マットたびたび上がっているんですが、このチャンピオンカーニバルは初出場ということになりますがね。そうですね、まあ、チャンピオンカーニバルという大会の重みは当然、チームの他の選手からも聞いているでしょうし、是が非でも入れたい手に入れたい勲章なんでしょうね、はい。さあそのマイクロトンドバーシティクラブ、その昔はスティーブ・ウィリアムスと組みましてあのロードウォリアーズを破りまして NWA 世界タッグチャンピオンということにもなりました。マイクロトンドですからもう実力は清水さん自他ともに認める選手ですよね、はい、そうですね、もう本当にアメリカのトップクラスの選手ですね。そのマイクロトンドが片襟固めカウントは2カウント武藤圭司、やはりここは必要に武藤圭司を締め技でもってスタミナ奪いつつありますこのマイクロトンドです。嬉しい体育館、はい、それでですね今日は川田選手がもう欠場でいないと、東京帰ってしまいましたし、はい、それから天竜選手が公式戦がないところなんで、公式戦がなく、ないところは限定出場だったんで、ここに出てないということでつまり天竜川田のいない全日本プロレスなんですよ、はいはい、ね、そのメイントリをですね、この武藤が務めるということで、はい、非常に重要な試合でもありますよね。そうですね、おそらく今までなかったですね。ああそうですね、新しい全日本の形ですよね、はい、今日はそういった意味で武藤圭司両の肩にかかるものも清水さん大きいんじゃないですか、はい、そうですね、股間にレッグドロップマイクロトンド、ここは反則殺法にそろそろ出てまいりました。褐色の体育会はこのマイクロトンド抑え込まずして、さあここはどうするか、左からスリーパーの体勢です。チョークスリーパー気味かどうか、こちらのカメラからご覧をいただいておりますがまだチョークにはなっていない。じわじわとその状態を起こしてくれば今度はフェイスロックに切り替えようというんでしょうかマイクロトンドです。武藤がサードロープを見つめています。じっと見つめて右手がかかるかどうでしょうか武藤圭司。場内からは無効コールが起こっています。さあ広島県呉市体育館、
やっとの思い、今、これはちょっと認められないでしょう。これでどうか。これでレフリーブレイクになりました。人差し指と中指がサードロープにかかったんですが、しかしこうなってくるとレフリーブレイクです。おー、ロトンド、ここは必要に攻めて、そしてレフリーブレイクにも全く動じません。マイク・ロトンドです。この辺りがうまいですね。そうですね、はい、レフリーのカウントというものもしっかりと利用しています。このマイク・ロトンド、カウント4で返します。武藤はうつ伏せ状態から、さあマイク・ロトンド起き上がらせておいて、手前側のロープに振りました。ここでもって武藤敬司、またもスリーパーにとらわれたんですが、さあここはニュートラルコーナーにうまくロトンドのバックボーンをぶつける。村板に張り手合戦になったが、しかし顔面をかきむしったマイク・ロトンド、ロープを利していったが、しかしテイク、武藤敬司がテイクをよく見ておりました。ここは清水さん、武藤もですね、そろそろロトンドが反則に切り替えてくるぞと読んで、もう行く前に自らこれ仕掛けてきましたかね。そうですね、付き合っちゃうとスタミナ消耗してしまいますからね、行く時には行くと、はい、抑える時には抑えると、いかにも武藤選手らしいこう出し押したり出したりと、ね、やっぱりインサイドワークではやっぱり武藤選手の方が一歩も二歩も上ですね。はい、そしてフィギュア4レッグロック、武藤敬司、マイク・ロトンドに対して、ここはフィギュア4レッグロックを決めています。武藤敬司、さあマイク・ロトンドはサードロープ付近まで行きたいところ、思いっきり腕の力だけでもって引きずっていきます。マイク・ロトンドがまだまだサードロープにはつかめる位置ではないのか。今掴んだ、今サードブレイクを命じられました。まあこの足音の字型のかける武藤にもやはり清水さんダメージってありますからね。そうですね、左は当然負担が、力が入りますから、はい、負担がかかりますよね。足を取って、あ、ドラゴンスキルに行こうと思ったんですがダメ、ひねりを加えたバックドロップ、マイク・ロトンド、さあ抑え込んだぞ、カウントが入ってくるぞ、カウントは2です。ロトンドがラリアットを思いっきり体から浴びせ込んでまいりました。ギロチンから硬い身固め、抑え込んでカウントは2です。マイク・ロトンド、武藤敬司が一瞬は返すペースを掴んだんですが、しかしそれはロトンドが逆に防いで、さあキャンバスの中央でエアープレーンスピン、これは捉えてくる。武藤敬司をぐる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 回しています。リングの中央を軸にして、そしてデスバレーに持ってっていって、カウントが入ってってどうか、カウントは2カウント。しかしまだまだエアープレーンスピンをもう一度見せれば、このマイク・ロトンドブロックバスターに切り替えるという、そんな策があります。今度はこれでいく、武藤後方に回り込んでいって、ドラゴンスクリュー、フレの街に竜巻発生か。さあそして天才がここでステップでシャイニングウィザード、抑え込んで肩より今度カウント入ってきて、スリーカウント、武藤敬司、マイク・ロトンドを肩で持ってゴールしました。勝ち点が4、ロトンドは勝ち点が1。さあこの試合を早速審査振り返ってください。そうですね、これこの大事な面をですね、非常にこの重厚な試合で最後のフィニッシュもバッチリ決めて、はい、しっかり4点目取りましたね。そうですよね、さあこの勢いで優勝戦線まで武藤上り詰めるんでありましょうか。低空で来る武藤敬司、低空には低空か、低空の蹴り合戦となりました。今度は太陽ケア、武藤が低空の蹴り、そしてカット見開いた、さあトップローブに乗っていった、武藤敬司が飛んでいった、ミサイルキック、武藤敬司、ああ額の出血の方 もう止まったようですね。そうですね、
とにかくここはスローテンポで持っての試合展開になりました。そして今度ニューマラルコーナーにレフトからショルダープッシュはこの武藤敬司もう一発行きました。武藤のショルダープッシュから太陽ケアが今トップコーナーニューマラルコーナーに乗せられる。ここで持って武藤敬司、ああしかし、あこれはここからのドラゴンスクリューですか。しかしこれは出ましたドラゴンスクリュー。武藤敬司が今あの技が決まっていたら武藤には完全にこれウィニングチャンスというものが近くなってまいりましたね。トップロープを持っていったフェイク、はい、しかしねあの武藤のねやっぱりこの低空ドロップキックはね、コントロールがすごくいいですよね。的確に当たってますね、しかも同じ場所に、まあ、よくあのアーチェリーの選手がですねあの的に全神経を集中させてそこに打ち込んでいくというねことが見られますけれども、まさしくそれはもう武藤敬司が今そのそうですね、あのどの位置からでも決められるんですね、この辺でやっぱりちょっとあの勉強していかなきゃいけないとかもしれないですよね。まあ、しかし本当にそのまあ、攻守の攻防というんですか、変わり激しいですね。そうですね、ここからやっぱり今度ねケアが頑張らなきゃいけないところですね、はい、一進一退のこのリーグ戦30分一本勝負武藤敬司対太陽ケアの一戦はすでにもう20分を経過しています。これはあの先ほどのリーグ戦何回とバートン戦もそうだったんですが、もし時間切れ引き分けということになりますと、これ大佐野さん、そうですね、時間切れ引き分けになりますと、それでも、はい、まず武藤の方は脱落の方が可能性高くなってくると思うんですよね。そうですか、あの残りこれ終わったらあと1試合ですからね、公式戦はね、そして今度は太陽系が武藤取れた、これどうかどうかダウンタトゥーカント、まあ、時間切れ引き分けになってしまいますと武藤がその時点で勝ち点が5、太陽ケアが6、ちょっと両者とも厳しいかなという、ね、ただケアの場合は単純的にいけば1敗と同じで、はい、武藤の場合はここで引き分けたらあの2敗1分けというロスがあるんでね、はい、全然また違ってきますよね、はい、さあそして太陽ケアケアが動き始めましたね。スイングして DDT からカウント、カウントは2です。とにかく全日本マットというものは長期戦が強いられるマット、まさしくその王者の道、王道を極めた者に栄光の2文字が与えられる。ジャーマンでどうか、カウントは2カウント。さあケア勝負に出てますね。そうですね、苦しいぞ太陽ケア、思いっきり有酸素を吸い込んで、そして目の前の師匠的存在武藤敬司をホールすることができるか。タイミングダイヤブロック、ブロック、ブロックブロックしましたね。あっと今度は武藤ブロック、シャイニングエラー、いやー首がもげるかのような一発でしかし返しましたね。太陽ケアもシャイニングウィザード合戦で見られました。いや本当にこれはすごい展開になってきましたね、はい、いやもう本当合わせ鏡の戦いっていうのはこういうのを言うんですかね。そうですね、武藤が行けば太陽ケアも行く、太陽ケアも行けば武藤も行くぞというそんな試合展開。リーグ戦は30分一本勝負、しかし20分を過ぎているところ、やがてリングアナウンサーから25分経過というアナウンスが聞かれるのか。太陽ケアがここで持ってハワイアンスマッシャーに行くのか、フェイクチャイニングだろう、2カウント、あー2ですね、はい、もう一発でチャイニングだろう、抑えて
武藤圭司シャイニングウィザードでもって太陽ケアを東の空から西の空へと沈めました。 T シャツの投げ、おっと、ここは奇襲をかけてまいりました。荒谷信孝今ゴングになりました。 B ブロックリーグ戦30分一本勝負、武藤圭司対荒谷信孝、早くも場外戦になりました。荒谷が仕掛けてまいりました。解説は週刊ゴング企画部長の清水勉さん、実況は私松崎敏夫です。清水さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。荒谷がこれも仕掛けましたね。やっぱこういう球しかないでしょうね。武藤を破り大勝ということになるかどうか、荒谷信孝。武藤にしてみればここはもう負けることできない荒谷信孝戦。 B ブロック送り込んでった荒谷が左からラリアット。今日の荒谷は本当に気合が入ってますね。そうですね、これはね、あの天竜選手からの指令も出てるんですよ。もう何のためにあのこいつを勝てたんだ、この日のためにあるんだから、もうぜひ、ムーンサルト合戦で勝ってほしいと、言ってましたね。まあそれじゃなくても最低限あのダメージを負わせてほしいと、まあ、これはあの武道館を睨んでの、天竜選手の、コメントなんですけどね。まあ武藤にしてみると、はい、3勝2敗の今6点ですか、はい、ここを勝つと8点で、B ブロック第2位決定になりますよね。ただ負ければもうもちろんありません、はい、でここで引き分けると、はい、ケアとウィリアムスと、はい、武藤また7点で全員が並んでしまうんですよ。おそらくこれ札幌では三つどもえの戦いに三つ巴戦でもう一回決着戦するようになるでしょうね。そうなる場合はね、明日の札幌月寒グリーンドームでのチャンピオンカーニバル優勝決定戦へ向けて武藤圭司、ここは無傷で行きたいところ。しかし荒谷信孝はそうはさせんとばかりに、明日の月寒への道少し砕いてやろうかという、その道を茨の道にしてやろうかと言わんばかりの荒谷の戦法です。まだ武藤が反撃できておりません。まあ、あの先ほどの、小島バートン戦で、バートン、まあ、引き分けに結果に終わりまして、はい、A ブロックの2位が決定して、バートン対天竜っていう、はい、試合はまず決定ですね、はい、でここで武藤が勝てば、明日は小島戦、まず小島戦からということになりますね。なるほど、武藤にとってはもうこれは負けることのできない一戦でありますが、ひねりを加えたエルボーであります武藤圭司というか、もうあの天竜戦で負けた時点でもう自力優勝がもうほぼなくなったということで、そこからもう他力本願でここまで運を掴んできたわけですから、はい、本当に、はい、そういうあたりもこれはもう、天才というキャッチフレーズついておりますけども、強運の男ということも言えるんじゃないですか。そうですね、あの函館であのケアが天竜選手に負けた時点で、もう一回復活してあの自力の目が出てきて、行くぞっていう風な感じでいましたからね、はい、フィギュア4レッグロック、ここは武藤圭司、今現在は荒谷信孝サードロープでエスケープしましたが、武藤にも痛みが走っておりました。さあ荒谷が起き上がります。武藤圭司、武藤がここは低空できた荒谷信孝の膝に低空を放つ武藤圭司、天才が痛みの町でもって竜巻を発生させようと思ったんですが、それは荒谷が防いだ。ラリアットに行きました荒谷信孝。あの天竜選手がですね、はい、この試合で面白いことしたんですけども、何言ってました、あの荒谷選手っていうのはジョーカーを背負っていると、それを切り札として使えるか、ただのジョーカーのままで終わってしまうか、それを今使わないでいつ使うんだと、
本当に頑張ってほしいというふうな期待はこもってるわけなんですけどね。なるほど。その荒谷信隆、ここで天竜の切り札が出たところ、さあトップロープ最上段ムサコビ中負けたがダメ、これは誤爆になりました。さあ武藤敬司、ロープの反動でして閉じ込んでいってくるところ、ラリアットを押さえ込んでいって低空できました。武藤敬司、武藤が低空でくればチャンピオンザード押さえ込んでいってスリーカウント、武藤敬司明日の月寒グリーンドーム、これで対戦相手小島聡戦が決定いたしました。さあ武藤が D ブロック2で決勝トーナメント進出決定。清水さん、簡単に振り返ってください。そうですね、まあ、荒谷選手も頑張ったんですけども、はい、首の皮1枚のところから本当によく2位に、なったなって感心しますね。本当天才は運を持ってますね。はい、はあ、まあやっと、はあ、なんとかな、最終的な、場所にたどり着くことができた。だが見回してみて2敗してるやついねえんだよ。2敗して上がってきてるやついねえんだよな。さあいよいよ運命の時が近づいてまいりました。全日本プロレスの長き歴史にわたる30年の歴史の中で最も過酷、最も熾烈を極めると言われているこのチャンピオンカーニバル、数々の伝説生み出してまいりました。その2002年の最高の男がこれから決まろうとしております。チャンピオンカーニバル2002年チャンピオンカーニバル優勝決定戦1回戦第1試合、無制限一本勝負、 B ブロック2位の武藤敬司、姿を現したドームの声援がすごい、一気にマキシマム、ボルテージはマックスに達しております。精神集中、統一を図る武藤敬司、一瞬そのフラッシュに何か念を込めるような表情が浮かび上がりました。武藤敬司、その武藤敬司の背中に今その対戦者の小島聡のテーマが降り注いでおります。果たして無糖越えをするのか、小島聡。さあこのチャンピオンカーニバルのコース展が、そのテーマが流れた途端にこの土佐のグリーンドーム、お客さんのボルテージは
一気に上がりました。さあ運命のゴング2002年、果たしてチャンピオンカーニバル、この両者どちらが決勝進むのでありましょうか。まずはじっくりと武藤独特の前を測っていきます。菊池さん、まさか全日本プロレスでこの両名のチャンピオンカーニバル準決勝、はい、でこれだけ盛り上がるとはね、まあ小島選手にしても武藤選手にしても地方の会場どこ行っても人気者でしたからね、はいはい、その2人が対決する、はい、でも全日本ですよここ会場、そうなんですよ、この不安の盛り上がりっていうのはやっぱり新しい全日本ですよね。そうですね。そしてやはりその全国のプロレスファンがこの2人を待っていたということになりますよね、はい、この2人花があるし、あ入ってきただけで華やかですし、そうですね、絵になりますよね。まさにプロレスを見に来たっていう感じにさせてくれますよね。でもこの試合はですね、はい、あの小島の方が流行ってるじゃないかと思うんですよね、精神的にね。ああなるほど。どうしても決勝進出したいという気が強いでしょう。武藤は追い風に乗せられてるって自分でも言ってましたから。なるほど。かなりあのリラックスしてると思うんですよね。そうですね。まあ初戦でウィリアムスに負けて、はい、その後4月1日長岡で天竜に負けた、はい、しかしその時はノーコメントでしたけども、はい、次の日はもう落ち込むのは1日で終わりだと、はいはい、もうここから爆心すると、はい、まさにその言葉通りに武藤敬司2位に滑り込みましたからね、はい、ただ一旦諦めた時があったわけでしょ、はい、小島はずっと突っ走りっぱなしでしょ、テンションの張りっぱなしってのはちょっとしんどいと思うんですよね。なるほど。菊池さんどうなんですかね、はい、小島としては、はい、チャンピオンカーニバルに優勝するということとこの全日本マットで武藤敬司に勝つ、はい、どっちのモチベーションの方が高いんでしょうかね。両方ですよ。両方ですね。武藤を倒さなきゃ優勝できないんですから、とりあえずは武藤を倒すと、で次に、まあ、天竜かバトンか上がってくるでしょうから、はい、その次ですから今はもう武藤を倒すことだけですよね。なるほど。まあ逆にこの武藤敬司戦に力を使いすぎてしまうとこの後決勝が待ってますからね。そこまで考える余裕小島にはないでしょう。なるほど、まあ、小島選手の性格上それはないかなという、はいはい、まさに全身全霊のファイトを各地で見せ続けていますこの小島さとし、ゆえにこの会場に来るお客さんにもその小島のプロレスというものは十分すぎるほど伝わっております。ゆえのこの小島の人気、王道マットにしても変わらずであります。不安に愛される男ですからね、はい、とにかく新日本プロレスのラストマッチで不安にあの拍手で送られて、全日本の初登場で不安に拍手で迎えられる、レスラーとしてこんな幸せな男いないんですよね。そうですね。普通移籍となるとネガティブなイメージがつくじゃないですか、はいはい、どうしてもブーイングで迎えられたりとか送り出されたりとかしますけども、はいはいはい、小島選手は別格でしたね。いや僕も長い生活してますけど、はい、こういう選手めったにいないですよね、そして対する武藤敬司も小島選手とは全く別のオーラを放つ人気を持ってますよね、はい、ただあの全日本でちょっとブーイング浴びたのは3冠取ってしまったからなんです。ああなるほど。あのまだフリー の新日本にいる間に、はい、これやっぱり全日本のフライにとっては面白くない、なるほど、ブーイング起こって当然だと思うんですよね、まあ、そしてその強さを認めてるからこそのブーイングというものもありますね。はい、さあ今の日本プロレスマット界においても頂点、シャイニングウィザードは当たりが下がったが、しかし小島もいきなりラリアットを打ってきました。2人いきなり勝負かけてきましたね、この小島聡もラリアットというものをものすごく大切にするようになって、はい、フィニッシュの度合いが増してきましたからね、はい、今日はましてハンセンが見てますからね、はい、そう簡単には小島も何かお客さんに対してアピールしていきました小島さとし。これが小島の人気の秘密なんですよね、この広い広いグリーンドームに小島の声が響き渡りましたね。さあ改めてロックアップ、先ほどシャイニングウィザードと小島のラリアットがいきなり飛び出すというものすごい展開になりましたが、決め手にならないと両者気づくや否や再びロックアップで自らの展開を組み立ててまいります。2人とも相手の得意技のブロックうまかったですからね。そうですね、まあ、小島選手は紙一重という感じでしたけど、はいはい、うまく首をずらすことによって、はいはい、武藤選手もあの瞬間ちょっと締まったという顔してましたね、まあ、新日本時代からずっと歴史はこの2人にありますからね、はい、さ
小島はこれ武藤の爆弾である膝狙いか、はい、このエルボーの落とし方はあのアニマル浜口ジム出身者の特徴なんですよね。そうですよね、この小島智選手はあのアニマル浜口ジム出身、まあ、サラリーマンを やってずっとプロレスラーの夢を捨てなかったオスプレイですからね、はいはい、これだけのいい体を作りましたよね、はい、選手もいいし、そしてこういうお客さんに人気が出るっていうのは、まあ、ファイトにもよりますけど、はい、天性のものっていうのもありますからね。そうですよね、はい、だから全日本の明るく激しくあの4つあります。明るく楽しく新しく激しく新しく、はい、明るく激しくを全部あの最初から備えてるわけです。そうですね、そして新しくですね、はい、武藤の膝狙われましたね。そうですね、まして自分の得意技を使われたっていうのは頭いきますよ、先にドラゴンスクリュー打たれちゃいましたね。頑張れ、これは小島も武藤にダメージを、まあ、肉体精神両面のダメージを与えてますね。フィジカル面にもメンタル面にも等しいダメージを与えていきます小島さとし。フレイングメイヤーサマーソルト3セットフリップか、はい、これも小島の得意のコースですね。ずっと使ってますよね、はいはい、小島選手エルボードロップ。そして小島もあまり負荷を入れずじっくりと自分のペースで武藤を攻め立てていきます。この間合いの取り方小島選手非常に、ガンガン行ったら武藤はそのペースで生まれます。武藤に生まれますからね、はい、この武藤圭司という選手の間合いの取り方がものすごく独特で、はい、いつの間にやら武藤圭司のペースにはまってしまう、はい、だから全日本の選手がみんな最初 やられたのはその前の取り方が初めての体験だったからなんですよ、ね、そうですね。決して技の数は多くないんですよね、はい、武藤選手でもそれが本当のプロレスなんですよ、それをこの独特の前とインサイドワークで自分のものにしてしまう、やはりこの日本プロレス界において類いまれなる才能を持った男であります。しかし今この状況は小島さとしのペース、珍しく武藤が苦しそうな表情。これはチャンピオンカーニバルの優勝者決定戦の1回戦第1試合です。お互いとしてはやはり両者としてはさあグリーンドームこの角度だ、エルボードロップ、このいっちゃうぞバカ野郎もあっという間に浸透しましたもんね。ですね、かつては新日本の名物だったんですけど、はい、完全に今全日本の名物になってますからね。名物ですよ、お客さんがもう待ってましたってばかり知らせましたね、はい、さあ武藤が珍しくこれは胸への張り手を見せていきます。なかなかこのように感情を無限にした攻撃は武藤圭司見せていかないのですが、追い込まれているのか、それとも逆にペースを乱そうとしているのか。おっと、高々と抱えてパワーボム、さあこれは2カウント、勝負に出るのか小島、距離を取ります。何を狙う武藤もじっくりと前を測るが、さあ出たのはテーブルからキック、武藤の料理の時間がやってまいりました。下ごしらえ、武藤の下ごしらえが始まりました。膝殺し膝殺し膝殺し、そしてどこからでも飛んでくるこのドロップキック。一度こういう形で寝かされると武藤選手強いですよね。もう今は武藤のペースですね、起き上がれないんですよね相手選手が。これで対戦は相手のチャンスになるとあのシャイニングリザードがあるでしょ、はい、まさに術中にはまる、はい、ウィザードという名前が示す通り、その魔術にすっかりはまってしまうか小島さとし。今度はこれはラリアット封じでしょうかね。ですね、利き腕に対して膝、そして腕上下に渡って波状攻撃ドラゴンスクリュー、あ
あのスターハンセンが見る中、小島のラリアットを封じてしまおうというのか、まあ今おそらくリングサイドで見ているスターハンセン PW 会長、現役時代はなんとなくその黄金の腕を狙われましたよね。はいはい、もうハンセン倒すには3下ろししかなかったですからね。そのハンセン、ハンセンが通っていった道を小島も通るのか。この今攻め続けられているこの腕で首を刈り取ることができるのか、それともこのまま息の根が止まってしまうのか。クラッチが外れたところでサードロープブレイク、崩して小島コール起こりました。お客さんもこの小島に何かを期待するのか、それとも小島がピンチだということを肌で感じ取ったのか。崩してこの大小島コールがキサムグリーンドームに響き渡りました。さあ一転して厳しい表情、汗もかいてきました。わっと痛めた腕でエルボーを打つ、これが小島魂。こういったその、ま、なんて言いますかね、ケレミたっぷりと言いますか、はい、小島のこの姿勢がまた見る者の胸を打つんですよね。そうなんですよね。嫌味じゃないですよね。そうですよね。痛くても、痛くても俺はこれしかないんだとか、いわゆる俺にはプロレスしかないんだみたいな、はい、そういう姿勢が非常に強い。フレームゾーン、あ、これ、ブロックしましたか、それともラリアット、これもブロック。今ブロックしなかったでしょ、きっともう起きたっていうことじゃないですか。そうですね。はいはい、しかし武藤も小島がウィザードを食らって立ってくることを計算に入れてたのか、見事にラリアットを食らってしましたね。はいはいはい、まあ武藤の反射神経は抜群ですから ね。さあドロップキック、この一つ打ってからの間合いの取り方、テンポの取り方が抜群であります武藤敬司。そのスキンヘッドがライトにバチ、強烈なミサイルキック、肩口のあたり、攻めると攻めに転じたらとことん一点集中攻撃。あの板虫が綺麗に突進してましたね。武藤選手の顔は壊れそうで壊れないという。この小島が誰よりも自信を持っているこの腕を破壊して勝利を奪おうという、心まで折ってしまうという、そういうことですね。さあ小島、今サードロープなんとかエスケープであります。しかし武藤もエスケープされて辛そうな表情を一瞬見せました。はい、追い込んでるようで追い込まれているのか、そこがわからないのが、何が起こるかわからないのがこのプロレスの面白さであり怖さでありますね。そういうことですね。だ武藤はね、あのギブアップを狙うほど厳しく言ってますね。この後に一体どのようなドラマが待っているのか。武藤敬司対小島聡、おっとエルボー、エルボー、武藤の首をもげんとばかりに、この王道マットに武藤の顔面を思い切り、さあそして武藤越しにハンセンの姿が見える。ハンセンは、スタンハンセンはこの二人の戦いを一体どのような気持ちで見ているのでありましょうか。そしてさあそのまま落としていく、一度のような体勢、そしてさあ2カウント、まだ3カウントを奪うまでには至らない。これ菊池さん、相当かなりスタミナロスしてきましたね。そうですね、もうお互い得意技一手で出してますからね、はい、どこで勝負をかけるか、どの技で勝負をかけるかですよね。そうですね。そしてもちろん優勝決定戦を見据えた上で、おー待っていたのはカウンターのスリーパーホールド。ああしかしフライングメアでかわして、ラリアット、
ットしましたよね今ですね。でもシャイニングウィザードも綺麗にヒットしてましたよね、はい。さあ果たして先に立ち上がるのはどちらか。2002年チャンピオンカーニバル優勝者決定戦にコロンを進めるのは果たして A ブロック1位の栄冠を勝ち取った小島なのか、それともその類いまれなる精神力でなんとか B ブロック2位に、おーっと、さあ待ち込んで嬉しい、武藤のマジックはウィザーセーブ。ギブアップでしょ。ここで武藤がその小島の右腕とともに小島の野望も真っ二つに断ち切りました。でもすごい試合だったですね。そうですね。チャンピオンカーニバル優勝者決定戦一回戦第1試合は15分46秒武藤が巻き込んでからの飛び寿司腕すじ十字固め小島の野望を打ち砕きました。これで武藤敬司優勝決定戦まず最初の一人となりました。そして裁くのは和田恭平レフリー。いよいよ始まろうとしております。全日本プロレス、あのジャイアント馬場が世界のチャンピオンを集めて地位を消したいという壮大な夢を現実化したこのチャンピオンカーニバル、今年で通算22年の歴史を飾っております。天国の馬場さんはこの一戦を見ているのでありましょうか。今年2002年のチャンピオンカーニバルはこの2人で争います。マイク・バートンと武藤敬司、決勝戦のゴング打ち鳴らされてまずはバックの取り合い、まるでそうタイトルマッチのような重厚な始まり滑り出しを見せております。福士さん、はい、いよいよですね。ですね。武藤はですね、ウィリアムスに1回戦で負けた時に、はい、だいぶ研究し尽くされてるなという感じを受けてますから、はい、それに対するあの防御策を考えてると思うんですね、このシリーズ中に。そうですね、まあ、武藤選手もそのウィリアムスに敗れた時に自分ちょっと読まれてきてるのかなという不安視をするよ、伺うような声をということを言ったということはもうすでにその時から研究あの対策が始まってるわけですよね、はい。まあ、もちろんウィリアムスも武藤はこう攻めろという形でバートンにアドバイスを送ってるでしょうからね、はいはい。でもそれが今の武藤にとって正解かどうかは武藤はどう対策を練ったかと決まるわけですよね、まあ確かにその準決勝の小島さとしとの一戦、はい、ちょっと違う武藤敬司を見せましたね。そうですね、はい、あの小島に対するあの武藤の勝ち方は、はい、解消でしょ、力と技でねじ伏せた、はい。バートンが天竜に勝ったのはやっぱりちょっとウィリアムスの援護射撃がありましたからね。そうですよね。気分的にはあの武藤の方が乗って決勝に出てられると思うんですよね、はい。まあ、でもバートンとしても、はい、この決勝戦だけは俺の力だけで勝つという、はいはい、意地みたいなものが、その先ほどのヘッドの一つに対しても表情を見ても感じられますよね。なんか大舞台の経験から言ったらもうはるかに武藤が上ですからね、バートンにはあのこうちょっとプレッシャーもあると思いますね、はい。その昔にはいわゆる WWF に上がっていた時期もありましたからね、はいはい、マイク・バートン、そういった意味でのビッグマッチは体験してるでしょうけども、ここ一番、これ後がないこの一番というのはあまりやってないんじゃないですか、ね、はい。ましてやこの全日本プロレスの歴史あるチャンピオンカーニバル、
決勝戦ですからね、はい、マイク・バートンも痛いぐらいにその重さというものは分かっているんでしょう、はい、武藤は G1 でも優勝してますから、はい、これで優勝すると全日本新日本の両メジャー団体の一番大きな祭典を制したただ一人のレスラーになるんですね。そうですよね。そして IWGP もそして三冠のベルトも巻いた男ということになります、はいはいまあ、それは権利もやってますね、はい、でも両団体の祭典を制するもうこれは最初にして最後ですよ。今日勝てばですよ。そうですよね。そういった意味でこの武藤常に未来を見続けている男。おっとこの脇腹の攻撃に必要以上に苦しげな表情を浮かべました。今の一発で多少武藤の脇から痛めましたかね。ちょっと三味線臭いですけどね。なるほど、そういう怖さうまさも持ってますからね、はい、外人選手ってのはそういうの結構騙されやすいですね、はいはい、まあうんとベテランになれば騙されないでしょうけどバトンはまだ騙せるかもしれませんね。そうですね。さあ今宵この4月10日北海道札幌市月寒グリーンドーム全日本プロレス2002年チャンピオンカーニバル決勝戦、まさにその決勝戦の期待の大きさを示すがごとくこの月寒グリーンドーム観衆5700人、超満員で膨れ上がっておりますが、その重厚なるレスリングにお客さんも固唾を飲んで見守っております。さあ武藤低空ドロップキックが火を吹き始めました。バンテージで固めたところピンポイントで狙ってますね。そうですよね。このバートン選手も、まあ、これ見よがしにと言いますかよっぽど悪いのでしょうか、バンテージぐるぐる巻きですよね。テーピングがまあ武藤としては狙いますよね、はい、当然です、まあこの足を狙われるとパンチを打つにしても軸足というものがありますから踏ん張り効かなくなりますからね。威力半減以下に乗らなくなりますからね、半減以下です。野球でもテニスでもゴルフでもそうです。手打ちというものは威力がありません。そういった意味でこのゴールデンレフトも足を攻められることによって手打ちスタイルになり武藤にダメージを与えられなくなる可能性があります。そして足4の字固めフィギュア4レッグロック、リング中央がっちりと決まっております。めっちゃいい表情してますね。そうですね、自信に満ち溢れながらも慎重さを失わない表情。そして一気に来るかと思いきやこれですからね、はい、このバートンの気持ちを削ぐような、まあ、バートンとしてみれば今自分のスタイルから言ってパワーとパワーのぶつかり合いっていうものを得意としてますけども、当然それを望んでます、はい、しかし武藤圭司相手にそれはちょっと虫のいい相談ですよね。そうですね、はい、武藤は何でもござれで自分のペースというのをはっきり持ってますからね、はい、あと今のですね4の字固めの入る瞬間一瞬隙生まれますよね、はいはいはい、これはねどうしようもない、ここで首固めで丸められて負けたって人大勢いますからね、はい、それにあの初戦の後楽園でのウィリアムスに負けた時の、はい、そのキーポイントとなったのが4の字からのウィリアムスのキックでしたからね、はいさあ今の一発で多少武藤のコンピューターに狂いが生じたか。そう先ほど天竜を攻めたバスティカッター、これは読んでもう一度バートンを膝地獄膝攻め地獄のシェイニングウィザードはこれはなんとかかしたが、これはゴールデンレフトカウンターで打ち込みましたね。ですね、はい、やっぱり研究してますね、はい、土手っ腹にレフトが、しかしやはりこういう時のための膝攻撃、はい、なんとか功を奏しましたね。効いてますね今、レフトの方もゴールデンレフトの方も致命傷を与えるまでには至らなかったか。さあ足を引きずりますマイク・バートン、踏ん張りも効かないか、ボディースラム一つにとっても痛そうですね。そうですね、これはいけませんね。まあ、この過酷な3月23日に開幕して、はこの4月10日決勝戦が4月10日短い間に過酷なその巡業とチャンピオンカーニバル公式戦のロードが続いてまいりました。全員どっか
国家痛めてますよね、はい、そこをどううまく攻めるか、まあ、武藤には勝ちパターン一通りや二通りじゃないですからね。そうですよね。ただ勝ちパターンでいったらバートンの方が少ない。あ、2発目のウィザードも読まれていた。これやはりシャイニングウィザード計算され尽くしてますね、はい、であのカウンターされると今度逆に武藤の膝が痛みますからね、はい、そう何発も打てる技ではないですからね武藤としても。さあ武藤のその弾倉にはマガジンにはあと何発のシャイニングウィザードの弾が残っているのでありましょうか、それとも我々が想像もしえないマジックが武藤から生まれるのか。ああ、フィールザパワーには至らず、バートンの体にパワーは感じられないのか。痛めたこの右足がブレンバスターをも拒みます。武藤の体重の移動もうまかったですけど、やっぱり踏ん張りが効かないんですよね。そうですね。7番バーシティカッター落差を使って攻撃するか、マイク・バートン。武藤苦しそうな表情。武藤今上半身より膝が痛かったみたいですね。あ、なるほど。待って膝つき、そうですね、つけられましたから。そういった意味で思わぬ不産物を生んだか。しかしこれ今また低空ですね、はい、さあ狙ってるぞ狙ってるぞ、今度は当たった。シャイニングウィザード側頭部へぐった。バートンも2発目までは2発目まではガードしたが、3発目はかわせず、ゴールデンレフト不発。まだバカ。さあ武藤勝利宣言。なんと絵になるチャイニングウィザード。その前の絵も素晴らしかった。まさに、およかった。バートンにも意地があります。しかし武藤の2で返されても、武藤の自信の表情は一点の曇りもなし。まさに出るのか。これを見れるのはプレミアだ。鮮やかな絵になる勝ち方ですね。そうですよね。武藤はブンサルトを出すというその心境は必勝だったんですよね。そうですよね。これを出さなければ勝てない。なんといっても、はい、シャイニングウィザードを2発かわされて、はいはい、で3発目クリーンヒット、はい、4発目もこれ以上ないクリーンヒット、はいはい、それでもバートンは返した、はい、じゃあもうこれしかないということですからね。そうですよね。2002年チャンピオンカーニバル決勝戦、武藤敬司対マイク・バートンの一戦は9分50秒。武藤のプレミアムムーンサルトからの対応で武藤圭司が優勝です。いやー、しかし我々この実況陣、いわゆるモニターから試合を見てるわけじゃないですか、はいはいはい、このモニターからの武藤のその自信とオーラが光ってますよ、ね、輝いてますよね。輝いてました。最後のフィニッシュに至るまでのそのカメラに映った武藤の表情を見ても、視聴者の方も存分に感じることでしょう。あのような武藤の表情、まさに優勝するにふさわしい素晴らしいものでありました。しかしご覧ください、激戦を物語るこの武藤の動き。武藤は自らの膝の寿命を縮めてまでもこの2002年チャンピオンカーニバルの優勝にお手に入れるためにムーンサルトプレスを放ちました。そして今リング上にはこのチャンピオンカーニバルの優勝トロフィーとスタン・ハンセン PWF 会長の姿、まさかこのツーショットですね。誰ともいい顔してる、はい、もしかするとこの瞬間武藤の何かプロレスのレジェンドに仲間入りした瞬間なのかもしれません。天国のジャイアントのまさんはこれを見てどんな表情されているんでしょうかね。いや、これだけいい試合やられればね、はい、ママも満足してますよ。なるほど、はい、いやまさにチャンピオン決勝戦にふさわしい
苦しく長い道のりだったよ。正直小島の試合でも記憶ぶっ飛んでなくてさ、俺今どこにいるのか全然分かんなかったよ。武藤さん試合ですよって言われても、どれ全日本プロレス俺の引っ張ってやるよ。